小倉競馬場7レース3歳以上500万円以下芝コース1800メートルメンバーは16頭です。のゲートインが行われています。スタンド前です。芝ダートともに良のコンディション小倉競馬場。ゲートインは10番タングルウッド入りました。最後の枠入り16番ミッキーロイヤル、ゆっくりと向かって収まりました。ゲートインが終わります。スタートしました。遅れたのは3番ガーランドワルツです。まずスタンド前先行争い、内から6番ドローアカード、そして13番名将グロッケ、間は8番ロードザナドゥ、前3頭が行きました。その後ろ広がって16番ミッキーロイヤル、9番デニステレスコース、内は7番カルトデュモンド、最内2番薩摩の黒女化、1コーナーを回っていきました。10番タングルウッドは現在中段やや後ろ、前までは10馬身の位置、1コーナーから2コーナーです。前は結局コーナーワークで内、6番ドローアカード先頭、リードは4分の3馬身で2コーナーを迎えます。2番手13番名将グロッケ、2コーナーからこれから向こう正面です。あとは2馬身差、3番手は内2番薩摩の黒女化、外は8番ロードザナドゥです。前から5投目16番ミッキーロイヤル、やや上がっていきました。6番手は7番カルトデュモンド、あとは9番ゼニステレスコープ、1馬身後方に内1番スマートウェールズ、外は15番湘南サスケ、間は4番アイスバブル。この集団の一番外上がっていったのは10番タングルウッドです。あとは3馬身後方11番ディライトプロミス、1馬身半後方に5番南洋プランタン、あとは14番ムーンザムーンが行って600を切りました。上がっていくのは3番ガーランドワルス、最後方になった12番ミエノインパルス、3コーナーから4コーナーです。前は依然として2頭競り合って、6番ドローアカード、13番名将グロッケ、4コーナーを迎えます。その2頭の背後に詰め寄っていったのは10番タングルウッド、第4コーナーを回って直線コースへ。前は13番名将グロッケ、わずかに先頭か、食い下がって打ち、6番ドローアカード、外から10番タングルウッド迫ってくるが、なかなか差が縮まらない。後方からは4番アイスバブル、さらには14番ムーンザムーンが接近するが、広がった外、4番アイスバブル捉え切った、抜け出してゴリ、2着は打ち、13番名将グロッケ、あとは広がって11番ディライトプロミス、14番ムーンザムーン、そして内が10番タングルウッド、伸びをかきました。ゴール前4頭ほど横に広がった大外、4番アイスバブル捉え切りました。鞍上はブレントン・アブドラキシュ、2着は前に行っていた13番名将グロッケ、残して3着争い、14番ムーンザムーン、11番ディライトプロミス、内は10番タングルウッド広がっていました。タイムは1分46秒0、上がるタイムゴールまでの800メートル47秒4、600メートル36秒0でした。